クルーズコントロール、クルーズコントロール、クルーズコントロールとは、自動車の付加機能もしくはその装置の名称である。オートクルーズとも称する。アクセルペダルを踏み続けることなくセットした一定速度を維持する機能であり、運転者の疲労軽減並びに同乗者の快適性向上に寄与する。1958年にクライスラーが自動車の低速走行技術として初めて導入した。 この項には、車間制御機能を併せ持つ、アダプティブクルーズコントロールに関する記述を含む。従来のクルーズコントロールはスロットルを制御するが、ブレーキまでは制御しない。一方、アダプティブクルーズコントロールでは、ブレーキ制御も実施する。なお、鉄道車両でも、低速制御という、ほぼ同じ目的のシステムを持ったものが存在する。通常、ステアリングホイール付近の位置に、 エルゴノミクスに基づいたボタンあるいはレバーを備えており、速度設定、増速、減速、解除を行う。不要意に、これらのボタンやレバーに触れてしまうことで意図しない、巡航運転が開始されることを防ぐために、マスタースイッチを持つ車種もある。速度設定と減速のための動作は、共通することがある。クルーズコントロールには、設定可能速度範囲、 例えば、40時速1 1 0トルが存在する。この速度範囲において、通常走行中に、ドライバーが、速度設定指示をすれば、その速度が記憶され、低速走行が始まる。なお、作動速度範囲の上限を超える速度で通常、走行中に、速度設定指示がなされた際には、低速走行に移行しないか、あるいは、設定上限の速度まで、緩やかに減速した後に、 低速走行が始まる。クルーズコントロールのもとで低速走行中、ドライバーがアクセルペダルを踏めば増速する。この場合、速度の設定は上書きされない。従って、アクセルが離されれば以前記憶した速度まで緩やかに減速した後に低速走行が始まる。同様の走行中、増速指示を出し続ければ緩やかに増速する。 この場合は増速指示を止めた時点の速度が設定される。ただし、この際の速度がクルーズコントロールの作動速度範囲を超えている場合にはその上限の速度が設定される。低速走行中にドライバーが増速ボタンを短時間押せば設定速度がある単位、例えば人押し当たり時速 1.5km など増加するものもある。一般にクルーズコントロールはドライバーが ブレーキペダルかクラッチペダルを踏むことや解除ボタンを押すことによって解除される。追突事故を防止する目的で先行者との距離などに応じて設定速度を自動調節するタイプのクルーズコントロールも存在する。低速走行中にドライバーが減速ボタンを短時間押せば設定速度がある単位、例えば人押し当たり時速 1.5km など減少するものもある。 クルーズコントロールの下で低速走行中に速度セットをブレーキペダルやクラッチペダルを踏んで一旦解除した後ドライバーがリジューム復帰スイッチを押せば以前記憶した車速まで緩やかに加速あるいは減速された後に低速走行が始まるただし以前記憶した車速はあるイベント例えば車速が時速 30km 以下に落ちるなどによって繰りアれる 1958年にクライスラーがインペリアルに初めて採用した。日本車としては1964年に登場したトヨタクラウン8がオートドライブの名称でオプション装備として初採用した。その後もごく一部の車種しか採用されなかったが、1981年に登場したホンダアコード以降多くの車種に普及し、 アフターマーケットのキットも販売されるようになった。近年、プリクラッシュセーフッティシステム搭載の乗用車の場合は、後述するアダプティッククルーズコントロールを採用している場合がある。1990年代になると、トラックにも大型車の機械式、オートマチックトランスミッション車を中心に、クルーズコントロールが設定されるようになる。トラックは、積載時と空車時で操縦量や、 走行抵抗が異なるため、アクセル開閉の村を減らし小燃費運転を行うことを目的に装備される。シフトチェンジだけでなく排気ブレーキやリターダなどの補助ブレーキや衝突被害軽減ブレーキと連動可能な車種も存在し、2010年代からは大型観光バスにも設定されている。インテリジェントクルーズコントロール、レーダークルーズコントロール、 全車速追従機能付けクルーズコントロールとも呼ばれる。衝突被害軽減ブレーキには、先行者もしくは障害物との距離や接近率などを測定するための前方監視サブシステム、制動装置介入サブシステムが含まれているが、これらのサブシステムを利用することによって、従来のクルーズコントロールの機能に加え、先行者の動向に対応した車速制御も行うものである。 在来のクルーズコントロールが自社の速度を設定した速度に一定に保つことを目的としたシステムであるのと比べ、先行者との車間距離を一定に保つ機能を併せ持っているため、車速維持システムであると同時に、ある種の車両追随システムとしての側面も併せ持つ。在来のクルーズコントロールでは、周囲の交通状況の変化とは、 無関係に設定速度を維持する機能しか持たないため、先行者との車間距離が減少あるいは拡大するなど、一定の車速では対応できない場合は、その都度、運転者による操作が必要であり、日本のような交通状況では使用できる場面が比較的限られていたが、アダプティブクルーズコントロールでは、前方間サブシステムの情報から車間距離を把握しているため、 先行者の減速から運転者の希望する設定速度のまでの加速に関してはほぼ自動制御となる。この点が先行者が適切な速度にあるという前提ではあるが、アダプティブクルーズコントロールによる速度制御を適用できる範囲が広いゆえんでもある。運転者からのコマンド入力方法は在来のクルーズコントロールとほぼ同様であるが、前方監視サブシステムが機能できない状況では、 アダプティブクルーズコントロールは作動させられないという限りがあるため、自社の状況がアダプティブクルーズコントロールとしての作動要件を満たさない場合、運転者に対しその旨を通知して、在来のクルーズコントロールとして作動するもの、警告を発した上アダプティブクルーズコントロールとしても、在来のクルーズコントロールとしても作動しないもの、 設定時に運転者にアダプティブクルーズコントロールとして作動させるか在来クルーズコントロールとして作動させるかの選択が可能なものなどがある。先行者との車間距離は車速等によってシステムが決定するが運転者の判断により設定値を変更可能。安全性確保の観点からシステムによる補正が行われるのが一般的なものが一般的である。 アダプティブクルーズコントロールにも設定可能速度範囲、例えば40時速 110km が存在し、コマンド入力時の自社の速度と設定速度が異なる場合は、在来のクルーズコントロールと同様の動作を行うが、先行者がある場合は、車間距離を考慮した制御も行う。また、設定した車間距離になった時点で先行者の速度が自社の設定速度を下回っている場合は、 設定速度ではなく、先行者の速度で追随することになる。なお、前方監視サブシステムが機能していても先行者をロックオンしていない状況でエンゲージした場合は、在来のクルーズコントロールとほぼ同様の制御をするが、前方監視サブシステムからの情報評価は継続しているため、新たな先行者にロックオンした場合は、アダプティブクルーズコントロール独自の制御方式に移行する。 前方監視サブシステムの情報から、車間距離が増大する判断した場合は、自動的に加速し、設定された車間距離を保つように作動する。ただし、運転者が設定した速度以上には加速しないため、先行者の速度が設定速度を上回った場合は、と、落とし車間距離は増大する。また、先行者の加速度が自社の加速度を上回る場合も、車間距離は増大する。 このまま、車間距離が増大し続け、前方監視サブシステムがブレークロックした場合、設定可能速度範囲内であれば、在来のクルーズコントロールと同様に設定速度を維持し、設定速度範囲より低い場合は、車速制御を取りやめるのが一般的である。運転者が積極的に介入したい場合のコマンド入力方法は、車間距離の設定を除き、 在来のクルーズコントロールとほぼ同様である。前方監視サブシステムの情報から、車間距離が減少すると判断した場合は、自動的に減速し、設定された車間距離を保つように作動する。エンジン制御による減速のみでは対応できないと判断した場合は、制動装置等に介入しての減速も実施する。したがって、先行車が完全に停車し、自社との車間距離が、 規定値以下になると判断した場には、自社も自動的に停止する。なお、停止した後の挙動については、停車を維持するものと、制動装置等への介入を取りやめるもた従って、オートマチック車の場合は、クリーピングに移行する。がある。衝突被害軽減ブレーキ参照。なお、衝突被害軽減ブレーキによる、制動装置などへの介入は、 衝突時のダメージ軽減を目的とし、運転者の意思を尊重しているため、衝突被害軽減ブレーキが限界と判断した時点で、初めて実施される目急激な原則となるが、アダプティブクルーズコントロールによる制動装置等への介入は、車間距離維持を目的としているため、一般的には緩やかな原則となる。ただし、先行車が急停止するなど、急激に、 車間距離が減少する場合は、衝突被害軽減ブレーキの強調制御、あるいはオーバーライドによって、可能な限り衝突を回避するように減速制御する。運転者が積極的に介入したい場合のコマンド入力方法は、車間距離の設定を除き、在来のクルーズコントロールとほぼ同様である。前方監視サブシステムの情報から、常時車間距離、 先行者がない場合を含むを把握しているため、リジウムコマンドによって加速が開始されても先行者に衝突する恐れがないという特性が、あため、非常に低い速度、停止数キロメートル毎時においても運転者がリジウムコマンドを与えることができる。そのため、運転者による積極的介入、あるいは車両諸限を超えるイベントが発生しなけれ自社の速度が 設定速度を下回っても、一般的には停止しても設定はクリアされないのが一般的である。リジュームコマンドを与えた場合、先行者との車間距離を維持しながら復帰することになる。ため、先行者が自社の設定速度以下で低速走行に移行した場合はその速度を維持することになる。設定速まで加速しない。一方、先行者が 自社の設定速度以上まで加速を続けた場合は、自社の設定速度を上限として維持することになり、アダプティブクルーズコントロール中の加速に述べた状態同様になる。ただし、設定速度を下回った状態で前方監視サブシステムがブレークロックした場合は、運転者の操作によって設定速度範囲まで加速されないとリジュームコマンドをリジェクトするのが一般的ある。 先行者がある状況でアダプティブクルーズコントロールをエンゲージする際、先行者の速度が運転者の希望する速度より低い状態でもあっても、先行者への追随が始まった後に、運転者が操作スイッチによって設定速度を希望する速度に増速しておけば、システムはその速度を限度とした追随走行と認識するため、先行者が低速の間はその速度を維持し、 加速を始めれば追随し加速することになる。もちろん先行者が減速した場合にも対応する。すなわち、条件はあるが、先行者の速度の遺憾に関わらず運転者の希望する速度を設定していくことが可能である。前方監視サブシステム等の情報に大きく依存するため以下のような問題が発生する。50音順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。